でどうやって こう総合学会の中で3000人ぐらいだった規模で中に入会してそこから三代目会長に就任していくこれはどういう流れだ。まきぐちさんというのが初代でこの、うん、戦争中に牢屋に入れられて亡くなってしまうので。今出てますよね。うんまあ戸田さんという方が戦後まあこの人も牢屋に入れられて出、はい、てきてこう戦後まあ組織をゼロどころがマイナスから作るわけですけど、うん、こういったら本当に宗教家ではあるんですけど実業家なんですよ。いろ、うん、んな会社をバンバン作ってそれでお金を儲けて、うん、それで教団をさらに回していくっていうまあそれはまた批判するわけじゃない。 までそあの池田さんという人は入って、うん、まあザ宗教とかいうよりもまずこの事業部門にいた人なんですよ。でねからまああんまりこれ事実だからある池田さんで最初戸田さんが作ったあのいわゆるサラ金会社みたいな小口金融の会社が大倉商事っていうのがあってですね、うん、あのちょっと今でいうサラ金みたいなのが創価学会にくっついてたんですけど、うん、そこであのまあ 当時その大卒の初任給でも何千円っていう時代に20万円ぐらい給料もらってたとだからまあ金融の世界だから歩合ですよ、うん、要するにだからそういうものですからだから池田さんは後年あのやっぱあ,あんなのはよくなかったとかいい仕事じゃなかったって言ってるんですけど、はい、まあ才能があったのは事実だと思うんですねその手のビジネスったた<う>た部部分分からそこに執着した部分もあったということ、うん、でそれでまあ戸田さんとしてもこういった使えるということになって非常に目をかけられてですね、うん で総合学会というのは東京でできて東京に本部があるんですが、はい、だから関西っていうのは本当はもともと何もないんですけど、うん、寅さんがあのまだ着々に若い河野池田さんをこう関西の責任者にするといってですね、はい、でその時に正月あたりに大阪の責任者として行ったら、うん、もうその年の半ばか終わりぐらいには1万人ぐらいこう世帯として作ってたなんていう伝説があるという優秀な人であったことはもう間違いがない,いううんなるほどわかりました でテーマに参りたいと思います最初のテーマはこちらです、えー、戦後日本の中で池田大作氏が果たしたことは何なのか宮崎さんは不況戦術で日本の成長を支えたお日本でじゃあこんなに総額から広がったのはなぜかというと、はい、高度せ経済成長期前のあたりから、うん、地方のね、うん、農村とか漁村の三乱坊とか四乱坊大都市に出てくるじゃないですかそうすると、うん 人的ネットワークっても何もないわけ。はい、あの親戚もいな,いなければ、近隣の人たちもいないという状況の中で孤立,孤立するわけですよ、うん、孤立した時に、手を救い差し伸べたのが創価学会だ。ほう、なるほど。どちらかというと、孤立したあまり教育を受けていないような。うん、ああ、こう。 所得の低いい層から入っていってたんですよ、うんね、でその人たちがだんだんこう豊かになっていって、うん、高度経済成長以降に豊かになっていって創価学会というのはやっぱり私は質的な変化というものがもたらされていったと思うんですがどうですか 民主主義の落ち棒広いっていうんですかね、か民主主義の落ちそれは地主の人とか、うん、ああの会社をやってる人とかは自民党ですよね、いわゆる労働者は社会党とかに入っているわけですけど、はい、ただあの、あの池田さんはあの昭和40年代ぐらいにあの文藝春秋って雑誌で松本清張と対談をしてるんですけどそこで非常に強調しているのはですね社会党とか共産党とか庶民のためにやってると言ってるけどふた分けて見たら大企業の労働組合ばっかりであると。うんそれ 零細企業とかですね自営業個人事業主とか相手にしてないんだとあいつら庶民庶民と言ってるけど全く庶民のことを考えてないと創価学会だけがそういう人たちを助けてるんだっていうようなことを非常に強調するんですよまあちょっとこれ読んでみるとなんかまさにトランプさんが言ってるようなね感じのことさえ彷彿つするような感じだからまあそ面白いなそこはそれでね戸田情生っていう2代目会長がこの人あのビジネスマンだったんですよ。 ほうほうあの、ね、ほうほう出版事業で、ね、ものすごい成功した人なわで、うん、どういった本出してるんですか。それをなんか教育の本です。学習参考書。考書で、で、そういうね、なんていうかな、一般の人たちのニーズとかっていうものに対して、ものすごくこう敏感だって。うんうんうん あのマーケティングも優れていて、はい、そういう人が二代目会長だったっていうのが創価学が急速に大きくなってきた理由で。えー、まあ、そこら辺にね、あの組織て、組織論的なアイデンティティというのはあるんじゃないかと思いますね。我が、うん、寛大さんが、俺は落ちも広いという、言い方をされたけれども。うんうん、旧来の政党とか、そういったものが落としてきたものを。ずっとこう、ちゃんとこう、救って、うん、そこを、こう、い、あの、一定の成長路線に、うん。 あのつなげていったということが。 大きかったんじゃないですかね。そうか、それは先ほど高度成長期の前って言ってましたけど、高度成長期で日本がどん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 豊かになっていったっていうのも大きかったですか。そうそうそう。時代の流れも。それはそれは大きかったんだけれども、うん、彼らそのままだと取り残されてしまう可能性が高かった人たちなんですよ。それをちゃんと救っていったというのが大きいんじゃないかな。うん、なるほど、わかりました。小川さんの主張が顧客満足度の高い組織を作り上げた。おお、これどういうことでしょうか。まああのそういうまあもちろん、まあ、大変言い方は悪いんですが落ちぶつおいで、はい、要するに決して社会のこの 上流階級ででではないい人を取り込んでいくわけですね、うんはい、そうするとやっぱりそういう人たちはこうや、ね、こう観念的なことよりもやっぱり単純に面白いことこれはいいなっていうことを与え続ける必要性がやっぱりあるわけなんですね。はいでまあ、それを一つが選挙に出て勝つとかいうことだったりもするんですけど、うん、まあ例えば本当にあの、まあ、宇宙戦艦ヤマトっていう映画がアニメは映画になるわけですけど、はい、あれをあのちょっとプロデューサー関係の人に創価学会関係の人これ本当なんですか 宇宙戦艦ヤマトとは本当に映画好き当,たる当時アニメなんかあんま地位がないから受け、はい、るかどうか分かんないっていう時に創価、うん、学会関係の人に30万ぐらい三十万件ぐらい眉毛を売るからあれできたとかですね映画のチケットもそ,<の>それ本当の話なのかか東方で人間革命ができたって話をしましたよねちょっと人間革命ってどんな話なのか <laughs> ちょっと解説まで宮崎さん教えてもらっていいですか あの獄中華出てきたところから始まってて、うんえー、丹波哲夫さんと奥さんの新玉道夫さんが、うんっ「すごい豪華キャストなんですよこれ」って<う>続編になると池田大作さんが出てくるわけで、はい、これ青井輝彦さんが演じていてそれがこう青井輝彦に、えー、戸田城征の「 この思いというのが伝わっていって、で、うん、ど,んどんどん大きくなっていくというところで終わってるんだよね。うん、おお、そういうまあ歴史ですね要するに歴史です。うん、でもそあ,歴史のあの非常にこう本を読ん実際読んでみると。うん なかなか読み応えがあって非常にわかりやすく書かれていると、うん、いうところが合うと思います、ね、う例えばさ、まあ、次のあの横山光輝の「三国志」の漫画ってありますけどあれ,あれも創価学会系の出版社であの連載されてたものですし、ねでね、手塚尾さんの「ブッダ」さんってあるでしょう、はい、あれはもともと創価学会の「希望の友」っていう、はい、創価学会系潮出版社っていうところの、うん、こう創価学 会員向けの漫画版本から出てきたんです。あ、そうなんだ。から読みましたけど、横にね、牧口先生っていうのがある。これ牧口先生の電気なんだよ。あれちょっと待ってください。日蓮聖集と仏って関係なくないですか？あのね、ここがね、いいところで。鉄刀、俺当時ね。そこなんかおかしい。あれって今思ったんだけど。当時ね、鉄刀様ってひょっとしたら総合格闘んじゃないのかって思ったぐらいで、生命主義的なあの仏あの仏教観と。 調和させてるんんですよちゃとブッダ像え、それはブッダは仏教を作った仏教がそこから分かれていっただからだだから一緒いいいんととうこそうじゃなくてブッダの描き方そのものが生命主義的な今読んでみて読み返してみてくださいで別に念のため言っておきますけど手塚治虫は創価学会員ではなかったんだけれどもちゃんと創価学会の協議と調和できるような内容になってるの。 ああそういうことかあまり一般の方馴染みがないと思いますから創価学会には民音っていう音楽団体みたいなのがあってですねそこで非常に会員さん向けに安価にクラシックのコンサートなんかを聴かせたりとかしてたんですね私の知ってる人である大学の教授になってるような方がおられてその方は創価学会は2世なんですよ本人はもう全然学会に関心なくて特に進行活動ってしてないんですけどやっぱり家は生まれては貧しかったととてもと非常に貧乏で全然親は悪いこと教養もなくてね やっぱり創価学会の活動でそういう教養的な歴史の文学とか音楽とか触れたので自分は大学なんか行こうと思うようになったと創価学がなかったらこんな仕事はしてないだろうって、うん、そういう 意味っていうものはあった団体だと思うんですよねそういうことか <laughs> 普通のまあ貧しい家庭だったら触れれなかった文化にも触れるような状況を作っていたというじゃあやっぱりすごい意味はあったということですね、まあ、一定の意味は間違えなくあった団体だと思いますね、うん、戦後史の中でそれは、うん、そこを頼りにする人間も、はい、やっぱりいるのはわかるということですね分かりますね当時まあおそらくは創価学会がもしなければ違う団体が、はい、あのその役割を担った可能性というのはあるけれども、はいうん Why yeah? これがこの総総学会という組織が一定の、うん、一定以上の役割を果たしたということは間違いないと思いますうんうん。なるほどね。それがありつつもね、後に無罪にはなりましたけど、池田さん自身が公職選挙法違反で逮捕されていると、で、そこ学会にこうイメージ持つ人もまあいるんじゃないかと言われているんだけれど、この事件というのはどういう事件だったのかちょっと小川さん説明してもらってよろしいですか。まあ,あ、まあ、公選法違反でまさにそのこの頃から公明党っていうのはないんですけれども、はい、まあ戸田さんの時代のあれで学会の信者さん もうあの政治家にししようっていうい動きが本格化してた頃で、はい、当時大阪には何の地盤もなかったところで匿名のように派遣されてですねとても大きな基盤を作ったという先ほど言ってくれた話です、ね、まあやっぱりそれだけ、うん、まあこれはきれい事じゃないんで大きくするに至ってはやっぱりその無茶をやったっていうことはあるわけでまあ本当にあのまあ露骨ですけど、まあ、選挙 有権者にタバコを配ってたとかですね当時は割と自民党とか社会党やってるんですけどそういうまあちょっと選挙民の買収みたいなことをかなり支持してやっていたのではないかということが言われてですね池田さんの,しの下にいる末端の会員さんなんか本当にまあちょっと有罪になったりとかしてるんですけど、はい、まあ池田さん本人はあのまあ直接的な関与がそこまでということでまあ無罪にはなってですね、うんうん、原則的にその日連召集系の宗教っていうのはまあ基本的にあの自分たちの教えを広めるたらだったら邪魔なやつはやっつけちゃって暴力的に そういう気風が歴史的にあるので特にこういう時代まだイケイケの伸び盛りの時には、うん、創価学会の活動にもそういうものが色濃く出てですねううでまあ今でもそういうことからマイナスイメージを持つ人が多いのはちょっと致し方ない点もあるんですけど、まあ、当時も当然だめなんだけれど、はい、当時はそういう時代時代ですから、はい、1950年代後半ですからそういうこともあったということですね。はい で一気にそこに広げるために公守選挙に引っかかって逮捕された。でも後に無罪になっているという事実があるということですね。当時千九百五十七年代とか僕はわからないんだけれど、その時にやっぱりえそう引っかかって怖いなってイメージってその時の日本人って持ったりはしたんですかどうなんですか。それはね、はい、やっぱり着服の問題っていうのが大きかったん。着服っていうのは勧誘ということに中心ですか。すあの着服大行進っていうのをやって、はい、まああのはっきり言うと。 あの他の他,他人の家に入り込んでいって、えー、仏壇を焼いちゃったりしたことがあったんですよ。へー それは世の中のためだと光線ルフっていうのは自由の愚痴っていうんですけどそういうものであってそれはもう世の中全体をよくするための行為なんだっていうようなそういうこうちょっと今では考えられないけど今では考えられない当時はそういう部分もあったと。でそれで言論出版さっきおっしゃった出版妨害事件で藤原弘達という人が創価学会を切るっていう本を出してこれはベストセラーになるんだけどこれ に対して出版妨害をしたのではないかということで、それが1969年の言論出版妨害事件ってやつですね。す藤原幸達さんが出した本を、ええ、これ出すなっていう、そうそうそう。で出版するな。出した分は全部こっちが買い上げるから。うん、でもそれ例えば田中角栄なんかはね、うん、あのそれで。 藤原ひとつ話したりしてるんですよ、うん、これ別に田中角栄自民党の人ですからね、はい、どんな話してるいやだからこれは出版控えてほしいみたいなことを言ったりしてるんですよ田中学園さんそう創価学会に頼まれて田中さんが動いたとああそういうこと、はい、結構あの仲良かったんです田中さんは 60年代後半というのは公明党というのが形として出てきてですね議席を全国のいろんな選挙でどんどん議席を取っていってちょっと前までは政教一致国家を作るとかなんか小さい団体が何か言ってますねレベルだったのが現実的な問題になって出てきたわけですよ不安っていうのが。非常にこれはまずいというのはかなり宗教学科に対する警戒感みたいなのがものすごく広がった時代なんでもその前からね。いう言葉があって 要するにメディアの世界では、うん、鶴っていうのはかつての創価学会のシンボルマークで今は違いますけど、はい、日電商集の,あのシンボルマークだったんで創価学会も使ってたわけです、うん、鶴に対する多分創価学会に対することは言ってはいけないっていう、うん、批判をしてはいけないっていうのが、うん、マスメディア界の中で相当広がってたんですそれは何でなんですか